ウエストランド井口さんとか、M1 も撮ってて、井口インランド解禁とかめちゃくちゃ面白いのに、そんなに使われないですよね。使えないですよ、イグチンランドは。チンチン出してんすよ。あんなに面白いエピソード載ってるんですよ。あの、ツイッうん。ターで DM でなんか女の子だと思って調子に乗って行った自分のチンチンを送ったら、それがネット上に拡散されて、イグチンランド解禁って出されたって超面白いじゃないですか。あの人って僕大好きなんですけ何をそど、んなテンション上がってんですか？イグチンランド、そんな面白がる人いないっすって。その人が M1 撮って、なんかすごいってなってるけど、こいつイグチンランドだよっていう、ツッコミを誰もしないっていうのが不思議で。俺が思うに、あれぐらいの、まあ、可愛らしい背の低い芸人が、チンチン出すっていう怖さっていうのは、ゆるキャラが勃起するぐらい怖いんですよ、やっぱ。それは怖い。それは怖い。確かにでしね。ょ？うん、やっぱ女の子怖いですよ。背の低い大人がチンチン出すのは怖いです。そうか。たけたけしい人が出たらそんなもんだと思うけど、確かに、ちっちゃくてかわいいって言ってそう。フルキャラの勃起は一番怖いですから。やってる。確かに、それはめちゃくちゃ怖いですね。いい話聞いた、今日。いい話でもないやろ。